ナチスの黄金列車、あるいはバウブジフの黄金列車は、ポーランドで語られた都市伝説の一つで、これによると、第二次世界大戦末期の1945年1月、ナチスドイツが、下シュレジアの地下トンネルに黄金を積み込んだ列車を埋めたとされる。当該の地域は、現在のポーランド南西部、大戦当時のドイツ南東部にあたる。終戦以降、 多くの研究者が捜索を行ったものの、これまでに手がかりは発見されていない。歴史家によれば、列車の実在自体が未だに証明されていないという。2015年から2018年に実施された調査は、ポーランド軍、ポーランド政府及び地方行政当局、個人的な出資者などが関わった大規模なもので、各国のメディアから広く注目を集めたものの、重要な発見はなかった。 リース計画の一環として、ゾビー山脈に建設された未完成のトンネルの一部列車は、ポーランドの都市バウブジフ近くに存在するとされている。現地で語られるところによれば、列車は近海やその他の財宝を満載して、ブレスラウを出発し、リース計画の一環として、ゾビー山脈の下に建設中だったバルデンブルク近くの未完成のトンネルへと向かった。そして、 この列車がドイツ当局が構築した坑道及びトンネル網のどこかに埋められたという。積み荷は300トンもの黄金、宝石、武器、美術品などであると噂された。歴史家によれば、この列車が実在したという証明は未だになされていない。ポーランド人民共和国時代、軍部による列車の捜索が行われたものの、成果は皆無であった。 黄金列車が埋められていると主張された場所黄金列車が埋められているとされた地点であるゾーン65内内内ニョフスカ通り交差点近くの鉄道森土ゾーン65近くの廃線後2015年8月末身元不詳の男性2人がかつて黄金列車を埋めたという臨重の告白を得たと報じられたこの2人は後にポーランド人ピオトル・コペルとドイツ人 アンドレアス・リヒターと特定された。彼らは鉱山調査会社 XYGSC の共同オーナーだった。弁護士の仲介の下二人はポーランド政府を相手に列車の価値の10%を発見者手当として受け取り、引き換えに列車の位置を知らせるという契約を結ぶための秘密交渉を開始した。彼らはこの契約に署名された後に、 列車の正確な位置を明かすとした。後にコペルとリヒターが主張したところによれば、彼らの発見に関する情報は、政府側の何者かから漏洩し、結果として、国際的な加熱報道を巻き起こすこととなる。コペルは、黄金列車に関するメディアの大騒ぎは、我々発見者が引き起こしたものではない。政府の事務所に提出した、機密文書が漏洩したことに起因するのだと述べている。 8月28日、ポーランド文化時間、ピオトルジュホフスキは、コペルトリヒターが撮影した地中レーダー探査画像は、全長100メートルの列車を発見したことを99%の可能性で示すものであると発表した。しかし8月31日、ドルヌイシロンスク県知事、トマシス・モラシが記者団に対し、長年なされてきた類似の主張と比べても、この疑わしい発見の証拠は、 極めて少ない、その発見が提出された文書に基づく地点に、本当に存在するとの主張はあり得ないと述べた。9月4日、それまで匿名を保っていたコペル・トリヒターは初めて、身元を明かした。彼らは、列車の正確な位置が、ポーランド政府当局へと伝達された旨を公表した。また、彼らは疑いを晴らすべく、KS-700 地中レーダーシステムを用いて、 撮影した画像を公開した。この画像は何かが入っている人工の縦口が地下50メートルの地点に存在する可能性を示していた。コペル・トリヒターは黄金列車がポーランド国鉄ブロツワフバウブジフ線の61から65キロメートル地点に当たる4キロメートル分の線路に隣接した地域に埋められていると信じていた。黄金列車を求め 探査装置を手にして押し寄せたトレジャーハンターらの侵入を防ぐべく、ポーランド政府当局はゾーン65周辺の森林に立ち入り制限区域を設置し、警察官や警備員を派遣した。9月末、県知事の要請の下派遣されたポーランド軍部隊が樹木の除去及びブービートラップや地雷などの捜索を開始した。10月4日、 軍部は少なくとも深さ1メートルまでは爆発物やその他の危険物が存在しないことを確認した旨を報告した。10月半ば、バウブジフ首当局は2つのチームに対象地域の非侵襲的調査を行う認可を与えた。第1チームはコペルとリヒターラで、第2チームはヤノシマディッチに率いられたクラクフ工業大学の専門からだった。 12月15日、第2チームは調査の結果として、列車の痕跡は発見されず、崩落したトンネルが存在する、可能性のみ示唆されたと発表した。これを受け、コペルトリヒターは、人間とは過ちを犯すものだが、それにしがみつくのは馬鹿げていると述べた2016年5月、外部の専門家から、列車は存在しないとの意見が寄せられていたにも、かかわらず、コペルトリヒターは、 対象地域の所有者であるポーランド国鉄から掘作を開始する許可を得た。8月15日、掘作作業が開始された。作業チームは技術者、地質学者、科学者、考古学者、軍の葉っぱ作業専門家など64人から構成されていた。報じられたところによれば、作業費用の総額は11万6000ユーロで、 民間からの資金提供やボランティアからの支援を得て、資金調達が行われたという。7日後、線路、トンネル、列車などの痕跡が一切発見されなかったため、掘削作業は中断された。また、地中レーダー探査画像で列車と思われていたものは、自然の氷像であることが明らかになった。地元自治体職員は、年間観光客が44%増加したことを認め、 世界中のメディアによる報道で得られた、宣伝効果は2億ドルにも相当する。我々に割り当てられた、年間の宣伝予算は38万ドルであることを考えれば、探検家が何かを見つけようが見つけまいが、我々の黄金列車はすでに到着しているのだと述べた。地元市長は、ラウンドアバウトに、コペルとリヒターの名を冠することを検討した。コペルとリヒターは、 近隣の別の地域で探索を続けると発表した。2016年12月初頭、コペルとリヒターは20メートル地下までの掘削作業のための資金確保を目的とした基金を立ち上げる方針を発表した。2017年6月、ワルシャワの地球物理学業者の協力を受けた3回目の調査の最中、鉄道のトンネルとおぼしき7つの空洞が発見された。 掘作業者によれば、この空洞の本格的な調査や関連する自治体の許可を得るため、最低でも10万ズオーの追加費用が発生する見込みとなった。さらなる掘作は2018年春あるいは夏と予定され、それまでに新たなスポンサーが募集されることとなった。2018年8月、リヒターがチームを離れたが、コペルは調査を継続すると発表した。 2016年、愛好家団体がコペルトリヒターの掘削作業現場からおよそ 15km に位置する古い静止工場前にて、ナチスドイツ時代の走行列車のフルサイズレプリカの製作を開始した。これは観光資源として利用することを目的としていた。ありがとうございます。